トゥルキ・アルシェイク長官、左と調印式を行った井上プロボクシング4団体世界スーパーバンタム級統一王者の井上尚弥31イコール大橋イコールが4日、サウジアラビアの総合娯楽庁とスポンサーシップ契約を締結。首都リヤドで調印式を行った。12月24日に行われる IBF WBO 1位のサム・グッドマン26イコールオーストラリアイコールとの防衛戦から着用するトランクスに同国の国家プロジェクトリヤドシーズンのロゴが入る。総合娯楽庁のトップを務めるトゥルキ・アルシェイク長官と対面した井上は、キャリアの佳境に差し掛かってくるタイミングでこのような契約が結べたことは自分自身の新たなモチベーションにもなると思っているので非常に楽しみな契約だと捉えていますとコメント。今年はすでに他の試合が決まっていますし、来年またどうなるかは分かりませんが、タイミングが合えばぜひサウジアラビアに来て試合をしたいと思っていますし、自分はその期待に応えるだけだと思っています。そしてこれまで同様に日本の皆さんの前で披露しているパフォーマンスをサウジアラビアの皆さんにもお見せするだけだと思っていますと、将来的にサウジで試合を行うことにも意欲を示した。